半世紀生きたもう働きたくない。ヒレンです。おはようございます。今日は16日水曜ですね。朝の9時です。それでは今日も一日よろしくお願いします。15日までの預金残高なんですが、14日はスーパーで買い物をして1584円使ってます。そして15日は薬局でバンドエイドとか、マキロンで消毒液ですね買ってきて710円かかってますが、これは PayPay のチャージ分から支払っています。預金残高は784万5685円となっています。おはようございます。17日木曜日、朝11時半です。じゃあ、昨日の、支出いってきます。16日の支出は 12,800 円です。はい。PayPay に1万円チャージしました。あと、映画館でムビチケ買いまして、T34 という映画とターミネーター2本を買いまして2800円、合計 12,800 円です。あとお昼ご飯に牛丼とか、あと薬局でトイレットペーパーとかティッシュとか買い物したんですが、これ PayPay で払っています。預金残高は783万2885円です。今日の昼ご飯はカレーです。それではいただきます。お菓子のパッケージでハロウィンを感じる。じゃあいただきます。これブラックサンダーのハロウィン資料です。ブラックサンダーやな。今このパソコンのマウスじゃねえ、ポインターの操作ですね。このマウスを使ってるんですけど、ちょっとね、調子が悪いというか、たまにね、変な動きをするんですよね。ちょっと原因がわかんないですけど。で、またね、これ、ちょっと動かすとこ狭いんで、こう、パソコンに当たったりして、まあ今大丈夫なんだけど、なんか、こう、動かしてるとね、なんか、こう無意識に当てちゃうんですよね、こう。これがちょっと、難儀っていうか、これがちょっとストレスというか、まあそういうの感じててんですが、それでも今までに使ってたんですけど、ここ10年ぐらい。まあちょっと変えようかなと。これを買ってきました。はい、エレコムの、このトラックボール型のを買ってきました。はい、税込みで5470円です。ちゃうわ。値札5470円で買えてるけど、レシートでは5180円ですね。これを買ってきました。箱から出しました。これが今まで使ってたマウスで、今日こっちのトラックボールを買ったんですけど、これね、このボール、カーソルを動かすボールの部分が、この人差し指でこう動かすらしいんですね。で、左クリックは親指なんか、こう、あといろいろボタン、あと何、ダイヤルもついてますけど、ちょっとね、操作がちょっとややこしくかなみたいな感じもするんですが、まあ、こう触った感じ、まあ、カーソル動かすのはいけるかなと。で、あとこう動かさなくて、これ自体動かさなくても操作できんで、狭いとこでも、やりやすいと思います。で、またこれ使って、いきますんで、また後日、操作感などを、感想などを述べたいと思います。開封した時、これ、ワイヤレスのこのレシーバーを、なんか落としてしまって、ちょっと焦りましたよ。これなかったらね、もう、操作できないですからね。何のために買ってきたんやっていう話になります。よいしょ、よいしょ。これを USB に挿して、よっと。で、セットアップが始まってます。はい。動かない。動かないなぁ。なんかソフトダウンロードせな無理か？動かへんな。一回再起動のがいいかな。再起動してみるか。この裏面に電源があるんですけど、これを入れてなかったです。ああ、これで。あれ？あ、はいはいはい、これで動きました。はい。よいしょ、これでいけます。今日の晩ご飯は、サバの煮付けと、ふろふき大根と、だし巻きですね。スーパーのお惣菜です。それではいただきます。今日17日の支出は6591円です。はい、スーパーで買い物が1411円で、と今日買ってきた、さっき紹介したこの、ああ、時計が、トラックボールですね。これが5180円で、合計6591円です。預金残高は782万6294円です。動画ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ミレアンでした。